This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special. ラジオドラマ幸せの高取家。福岡市早良区の二世帯住宅に暮らす高取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも高取家の人々はとてもとても幸せなのでした。修理あれこれその1。あ、嘘でしょ。どうした、左舷何回もボタン押して。壊れたっぽい。え、炊飯器が、こないだ買ったばっかりやん。こないだってもう6年も経っとるけど。嘘、もう左舷経つん。道理で顔のシワが多。なんで私の顔見ながら何言おうとしょる。あ、冗談。炊飯器どうしよう。弁当屋で弁当買ってくるか。ちょ待って、せっかく仕込み終えたんやからさ。今日は何する予定やったん。ネギトロ丼。お米がいりますな。そうなんよ。ははなるほどね。どうしたと。炊飯器の中覗いて。蓋がうまく閉じんようになっとうね。直そうか。できると。大助修理店にお任せあれ。お腹すいた。俺もお腹すいた。マリンシュンタ、もうちょっと待っとってね。ん、何しよるんか。大助は炊飯器壊れたんか。お父さん、そうなんです。ボタンを押してもうんともすんとも治りそうなんか。これはこうやろう。んで、これがこう。まだみたいですけど、蓋が閉じれるようになったら動くはずです。大輔のやつ、なんか嬉しそうに直しよるな。で、これがこうで、あれがこう。ちまちました作業好きですからね。なんか見入ってしまうばい。そうなんですよ、修理作業ってなんか見てしまいますよね。俺も修理しる。マリン、もうお腹ペコペコ。ただいま。遅くなりました。お帰りなさい、お母さん。ばあば、腹減った。俺、え、ご飯食べとらんと。何の音、なんで焦げん散らかしと音よ。誰が焦げな。パパです。大助、うわ、何やっとるん。炊飯器よ、修理しようと。あんた何時と思っとうと。もう夜の9時よ。え、そう。さっきから言いようのにさ、全然聞こえてないっちゃ。もうそれ治るん。もうちょいで。いつ治るん。あと3日ぐらい。すぐお弁当ダッシュで買ってき。え、俺に言ってこいと。最初の最初に俺弁当の提案したよな。うん、したした。待てって言ったの瞳よな。私。じゃあ誰に責任があって誰が行く。大ちゃん。ちょここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも
RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。